Wikipedia English writes as follows. The Virgin and Child with Saint Anne is an oil painting by Leonardo da Vinci depicting Saint Anne, her daughter the Virgin Mary, and the infant Jesus. Christ is shown grappling with a sacrificial lamb, symbolizing his passion as a virgin tries to restrain him. Wikipedia 百科事典は聖アンナと聖母子について次のように書いています。ルネサンス期の芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが1508年頃に描いた絵画と言われています。聖母マリアと幼児キリスト、そしてマリアの母親が描かれた板絵で、現在はパリのルーブル美術館が所蔵しています。自分自身が将来遭遇する受難の象徴である生贄の子羊をしっかりと手でつかむキリストと、それをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますと。が本当にそうでしょうか。広志林浜祭りジャパン。血液というのは乾くとタンパク質が硬化し黒く変色します。それがこの衣服の上に表現されていると私林浩司は判断しました。つまりこの絵の中に描かれているのは血痕ということになります。その証拠に汚れと言われている赤い斑点が顔の輪郭のところで止まっています。汚れであるならば輪郭のところでその汚れが止まるということはありえません。衣服の血痕についても同じことが言えます。血痕が衣服のシワに沿って描かれているのがわかります。汚れであるならばこういうことはありえません。それはともかくも、今日はこの動画の中でここに描かれているのが本当に聖母子なのか、つまりマリアとキリストなのか、そしてマリアの母親の聖アンなのかということを検証してみたいと思います。話を先に進める前にこんな事実もあります。聖アンナと聖母子の絵ですけども、その左上赤い四角で囲った部分に注意してください。この部分のコントラストを上げてみると、そこに数字らしきものが浮かび上がってきました。今日の本題から少し脇道にそれますが、その数字らしきものに検証を加えてみたいと思います。黄色い四角で囲った部分を拡大し、明度を上げたりコントラストを上げたりしますと、そこに51という数字が浮かんできます。51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。もう一度確認してください。この赤い部分ですね。でこの赤い部分を拡大しますと、左のように、活字のようにきれいな51が浮かび上がってきます。林浩司は51と判断しました。そして今も言いましたように、51はユダヤのゲマトリアによれば、つまり暗号によれば火星を意味します。つまりこの聖アンナと聖母子の絵の背景には火星の風景が描かれているということになります。火星にもこのような風景があることが最近分かってきました。北極に氷冠と言われている部分が存在します。水もしくは二酸化炭素でできた氷の山ということになりますが、中央下がその氷冠を上から捉えた写真です。丁寧に比較してみてください。様子がですね、一致します。ただし
下の写真は真上から見た写真です。聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている風景は斜め上空から斜め下を見た風景ということになりますが、しかしそのコンセプトは全く同じです。つまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してこのようなメッセージを残したということになります。つまりいつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう、そしてその時君たち人間は私が何であったかを知るだろうということなんですけども、まあ、これだけ見るとですね、51かなというふうに考えられる人もいるかもしれませんけども、絵画の中にはこのような数字が隠し込まれていました。61は神、51は火星、81は金星、そして131はイナンナを意味します。その中の一つが聖アンナと聖母子の絵の中に書かれていた51ということになります。では本題に入ります。ここに描かれているのは聖母マリアとマリアの母親の聖アン、そしてイエス・キリストというわけですけども、本当にそうでしょうか。手前の人物に注意してください。赤い四角で囲いました。で、この人物は誰かということなんですけども、この人物と同じ顔をした人物があのモナリザということになります。モナリザの顔と比較してみますが、比較しやすいようにモナリザの顔を左右反転します。まずこの腫れぼったい目ですね、そして、広いおでこといいますか、やや出たおでこ、そしてこの目ですね、全く同じです。そして明るくして瞳を比較してみました。注意深くご覧ください。表現の仕方が全く同じです。薄い眉毛も同じです。そして小さな小鼻ですね、そして鼻の先が下へ尖っているところも同じです。そして口の端がですね、やや上がっている、いわゆる笑い顔であるという点です。唇の厚さも上下同じです。そしてやや尖った顎ですね、そして薄い眉毛、そしてやや腫れぼったい目ということになります。で、髪の毛の様子も同じです。ただ左の、まあ、人物の方は髪の毛が乱れています。中央で2つに分かれている点も同じです。で、モナリザの方ははっきりしませんけども、ウェーブのかかっている様子も同じです。そして、まあ、手前の方がやや縮れ毛になっている、同じです。全く同じなんですね。ということは顔は違いがないという点で同じと判断しますから、この両者は同じということになります。となると右の人物が誰であるか分かれば、左の人物が誰であるか分かるわけですけども、左の人物はラミアの息子ということになります。ラミアの息子です。ラミアというのは下半身大蛇の魔女を言いますが、そのラミアの息子を並び替えてできた名前がモナリザということになります。注意深くご覧ください。ラミアさん、ラミアの息子を並び替えたのがモナリザという名前です。つまりモナリザという名前はラミアの息子の文字を並び替えてできた名前ということになります。となると右がラミアの息子、左もラミアの息子ということになります。で、ラミアについて補足しておきます。ミケランジェロなる画家がシスティーナ天井画の中にこんな絵を描き残しています。左からアダム・イブ、そして中央がリリトと言われていますけれども、セント・ジェロームの翻訳したラテン語の聖書によればラミアとなっています。中央がラミアです。下半身が大蛇で表現されています。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチ自身も岩窟の聖母ルーブル版の中で
そのラミアを表現しています。右が岩窟の聖母ルーブル版です。この中に表現されているマリアは下半身大蛇のまさにラミアということになります。そのラミアの息子の文字を並び替えてできたのがモナリザであり、そしてそのモナリザと先ほどお見せしました聖アンと聖母子の絵の中の手前の人物の顔が一致します。つまりモナリザはラミアの息子ということになり、聖アンと聖母子の手前の人物もラミアの息子ということになります。ここが重要ですからもう一度確認しておきます。ラミアとラミアの息子ということになれば、向こうにいるのがラミアということになります。ラミアを並び替えてできた名前がマリアということになります。やはりアナグラムです。そして手前にいるのがラミアの息子ということになります。つまりこれがマリアの息子ということになります。そしてマリアの息子の文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。そのモナリザの顔と手前の人物の顔は一致します。となると向かって右側に描かれている子供は本当にイエス・キリストかということになります。で、その絵を検証してみますが、まずその手前の人物の右手に注意してください。この子供の腹の皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかります。注意深くご覧ください。今白枠で囲った部分です。右手がこの子供の腹巻きのように見える皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかりますですね。つまりこの子供は少なくとも人間ではないということになります。そして向かって右側、その子供の今度は左手に注意してください。私林浩司はこの子供は短刀を握っていると判断しました。先が少し見えていますが、羊の耳の色とは違います。上下比較してみてください。下は白いですけども上は白くありません。そして手の元を見てみると、ここに短刀と耳の両方が描かれているようにも見えます。はっきりしませんけども、耳だけでもないし短刀だけでもないように見えます。つまりこの子供は羊の頭に短刀を突き刺しているということになります。で、その血しぶきがこの左の2人の人物に飛び散っているということになります。その血しぶきの様子がいわゆる汚れのようになって、まあ、つまり騙し絵隠し絵の形で表現されていると私林浩司は判断しました。繰り返しになりますが、汚れであるならば顔の輪郭や衣服の端で止まるはずがありません。もう少し詳しく検証してみます。血です。血というのは乾くとタンパク質が硬化して黒くなります。そして衣服についたシミはなかなか消えなくなります。消えにくくなります。まあ、だんだん黒ずんでくるということですね。それが聖アンナと聖母子の絵の中に表現されているということです。
わかりやすく言えば、ここに描かれている様子は、いわゆる聖アンナと聖母子と言われるような生優しい絵ではないということです。で、その子供ですが、イエスであるかないかは話は別として、ここに描かれている子供は普通ではありません。明るくしてみますと、奇妙な髪の毛が浮かび上がってきます。この髪の毛とレダーと白鳥の絵の中に描かれている子供の髪の毛が一致します。この絵の中の左下に4人の子供が描かれていますが、私はこの子供は皆餌の子供であると判断しました。まあ、それはともかくも、その子供たちの髪の毛と聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている、まあ、イエスと言われている子供の頭の髪の毛の様子と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。そしてその子供の目をよく見るとですね、まあ、生き生きとした可愛い子供の目というよりも、何かしらどこか不気味さを漂わせている目ということになります。つまり虐待を受けた子供の目ということになるのではないでしょうか。注意深くご覧ください。例えばこんな例もあります。これはアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされているイエスの洗礼の絵ですけれども、その中に描かれている子供たちはですね、明らかに虐待を受けたと思われる顔をしています。目は腫れ上がり、鼻は砕け、そして目の周りにはクマができています。ですから、まあ、この聖アンナと聖母子の絵の中の子供も虐待を受けていると考えても何らおかしくはないということになります。もう一度ウィキペディア百科事典の方に書いてある文を読み直してみます。この聖アンと聖母子の絵はですね、イエス・キリスト自身が将来遭遇するであろう受難の象徴である生贄の子羊をしっかりと手でつかむキリストと、それをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますとあります。本当にそうでしょうかということになりますが、後の判断は皆さんにお任せします。
で結論ということになります。聖安、聖アンナと聖母子の絵ですが、ここに描かれているのは私はイエス・キリストではないと考えています。つまり餌の子供ということです。その餌の子供が羊の頭に短剣を突き刺しています。そしてその血しぶきがその左側の2人の人物の衣服、顔などに飛び散っています。そしてこの絵の中には25という数字が隠し込まれていました。あえて今のところ私の解釈するところによれば、25というのはメッカ、すなわち聖地ということになりますが、それについては今の段階ではペンディングとさせてください。となると2人の人物は誰かということになりますが、左の人物はいわゆるラミアの息子ということになります。となるとその向こう側にいるのがラミア、すなわちマリアということになります。ラミアは下半身大蛇の魔女中の魔女、そして人間の子供を食べる魔女でした。そのことをレオナルド・ダ・ヴィンチ自身がですね、岩窟の聖母の中に表現しました。以上のことをですね、まとめるとこうなります。この聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている手前の人物はマリアの息子、つまりラミアの息子ということになります。となるとその向こうにいるのが母親のマリアということになります。一般説とは全く違った解釈ということになります。後の判断は皆さんにお任せします。そしてその子供は短剣で、あるいは短刀で羊の頭に短刀を突き刺しています。その血しぶきが2人の人物の衣服や顔に飛び散っています。つまり一般説で言われているようなこの絵はですね、生優しい簡単な絵ではないということになりますが、それが通りも直さず1500年後のイエスから後世の私たち人間に対するメッセージということになります。最後にもう一度2と5について考えてみたいと思います。この絵の中に5という数字はあると判断しました。そして向かってその左側に2なんですけども、もう一つ文字があるように見えますね。つまり7ではないかということです。で、先に2と5については考えましたけども、ここに7があるのではないかということです。で、下はミケランジェロが描いたカシナの戦いの絵ですけども、その中にも752という数字が隠し込まれていました。で、比較してみるとといいますか、3つの数字がこのような形で一致します。これは偶然なのかということなんですけども、その前提としてですね、つまりその上の方に2と5と7があるかどうかということが問題なんですけども、今一つはっきりしません。で、77は言うまでもなくキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね。そして27はカインです。カインとアベルのカインです。何か関係があるのかないのか、それは分かりませんが、今はこの状態でペンディングということにしておきます。続く動画をどうかご覧になってください。The Louvre Museum, Paris, France, has deleted Jesus Christ's message to human beings under the name of stupid restoration
together with bloodstains painted in the painting, Saint Anne and Holy Families. You will know how stupid it was and what Jesus Christ's message was about which I would like to verify in this video.ルーブル美術館は愚かな修復作業の中であろうことかイエス・キリストの人間に対するメッセージをそこに描かれていた血痕とともに消し去ってしまいました。どう愚かなのか、またその血痕がどういう意味を持つのか、さらに1500年後のキリストが彼の操り人形芸術家であったにせよ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して私たち人間に何を伝えたかったのか、それをこの動画の中で再検証してみます。広し林、浜松シティ、ジャパン。後でもう少し詳しく解説しますが、今皆さんにご覧いただいているのが聖安と聖母子の絵の中に描かれている血痕です。血の跡です。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはこのような絵を残しました。これは絵の汚れではありません。衣服にもその血痕が残っています。輪郭のところでその血痕が止まっていること、また衣服のシワに沿ってその血痕が描かれている点に注意してください。これは汚れではありません。意図的に描かれた血痕です。黄色いラインに注意してください。もし汚れであるならば輪郭線のところで止まるはずがありません。また衣服のシワに沿って汚れるっていうこともありません。これは絵です。絵画です。騙し絵です。つまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して私たち人間に一つのメッセージを残しました。マリアと言われているこの人物の顔にもそれが表現されています。血痕です。断言します。血痕です。この血痕もこの人物の顔の輪郭線のところで止まっています。さらにこの聖安の右手を見てください。イエスと言われている子供の皮膚の下に手が潜り込んでいます。つまりこの子供はイエスではなくて、左二人の人物の餌ということになります。注意深くご覧ください。手が皮膚の下に潜り込んでいます。皆さん、これがジーズです。私たちは長い歴史の中で、つまり捏造された歴史の中でこの絵を理解しているに過ぎませんが、事実はもっと別のところにあるということです。同じように、岩窟の聖母ルーブル版の中でも中央にいるマリアと言われている女性の右指が、やはり左に描かれている餌の子供の皮膚の下に指が潜り込んでいます。このような形で1500年後のイエスは、ここに描かれている二人の子供はイエスではなくて、つまり餌であることを示しています。注意深くご覧ください。で、この聖安と聖母子の絵の中にはですね、血も表現されています。
輪郭のところで赤い色が止まっている点に注意してください。そして、この聖アンと言われている人の右手は血で汚れています。さらに決定的な証拠が、この中央に上から下に流れる血の跡です。汚れであるならば、衣服のところでその血が止まるはずがありません。いいですか皆さん。これは絵ですよ。実際の衣服ではないんですよ。どうして汚れが絵の中の衣服の上で止まっているのですか。いわゆる騙し絵ということですね。皆さんはこれを見て何も不思議に思わない。おかしいとも思わない。しかしこれは絵なんですよ。絵の中の衣服の上で汚れが止まるはずがないじゃないですか。もし上から流れ落ちたインクのような汚れであるならば、絵の中の衣服のラインでその汚れが止まるはずがないのです。そして汚れは皆顔の輪郭のところで止まっています。つまりこれらの汚れイコール血痕はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスが意図的に描いた汚れということになります。ではなぜ血痕なのか。それはこの子供の向かって右側左手を見ればわかります。手に握っているのは短刀すなわち小刀、すなわちナイフなのです。注意深くご覧ください。これは羊の耳ではありません。このような形でこの子供は短刀、刀、ナイフを握っているのです。その証拠に耳の色が違います。先を見てください。右上の先を見てください。これは羊の耳ではありません。もう一方の羊の耳と比較してみればそれがわかります。羊の耳は白く描かれています。そして指の間から見えるその短刀は茶色です。そして付け根のところも見てください。茶色ですね。もしこれが羊の耳であるならば、この部分も白いはずです。つまりこれは羊の耳ではないということです。だが、すなわち短刀だということです。この子供は短刀を手に握り、そしてそれを羊の頭に突き刺しているのです。皆さん、これが事実なんですよ。皆さんが知っている歴史は捏造された歴史にしか過ぎないということです。つまりこのような形で、イエスは、1500年後のイエスは、私たちに強烈かつ鮮烈な歴史を残したということになります。続く動画をどうかご覧になってください。なお、あろうことか、これらの血痕は、2000年に入ってから、ルーブル美術館によって、跡形もなく、きれいに修復の名のもと消し去られています。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is too horrible, and unless it is okay, you are advised not to watch this video, since it might cause you ill feeling. And I say here that common sense is unreliable at all, common sense, which is a collection of prejudices with lies plastered upon lies taken a long, long time. Why not do you doubt your common sense here in this video with me?Here is one example. 嘘に嘘を塗り固められたのが常識ということになります。あなたもその常識を一度疑ってみませんか?今日もダ・ヴィンチの描いた絵をテーマにそれを考えてみます。これが岩窟の聖母ですね。ルーブル版です。今日は右の天使の腕に注目して考えてみます。この腕を注意深くご覧ください。この手を注意深くご覧ください。何か斑点のようなものが描かれてますね。
絵の具の汚れなのでしょうか、それとも斑点なのでしょうか。ここの部分ですね。この部分を拡大してみます。注意深くご覧ください。斑点のようなものが描かれているのがわかります。が、皆さんは多分これをですね、絵の具の汚れというふうに解釈なさると思います。が、そう思うのはちょっと待ってください。実はダヴィンチは同じ斑点を別の絵の中で表現しています。これはアンと、聖アンとマドンナですね。この聖アンの、皮膚を見てください。この皮膚を見てください。同じように斑点が描かれています。絵の具の汚れのようにも見えますが、輪郭線のところでその斑点が止まっています。つまり、意図的に描かれた斑点だということになります。この斑点は何かということですね。皮膚病ということになるのでしょうか。それとも何か別のものなのでしょうか。注意深く比較してみてください。が、その同じようなものがですね、実はこの案の衣服の上にも書かれています。つまり、blood、血ということになるわけですね。で、その斑点をさらに精査しています。これは汚れなのか。注意深くご覧ください。それとも斑点なのか。そこで衣服を見てみますと、同じように衣服の上にも斑点が表現されているのがわかります。そしてその斑点は輪郭のところで止まっています。ということは、意図的に描かれた斑点であるということになりますね。ということは、これは斑点ではなくて、blood、つまり血というふうに私は判断しました。もう詳しくは続くビデオの中で解説しますが、となると、左のこの天使の腕に書かれている、手に書かれているのも血ということになります。なぜダヴィンチはこんなところに血を表現したのか、ということになりますね。謎が謎を呼びます。少し回り道をしますが、その謎を解く鍵がミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の中にありました。皆さんご存知のカッシナの戦いです。この中に、1500年後のキリストは重要なメッセージを書き残しています。これがカッシナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で775027という数字が表現されています。注意深くご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、ヘブライ語って言いますかね。実際にはジューイシって言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるわかりやすければ暗号によればですね、77というのはキリスト、号令は聖書のビブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まずこのような形で、暗号的に、表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、カバラ、非数学にのっとった、表現方法だということですね。要するに、いろんな言葉などをですね、言葉あるいは単語をですね、数字で表したのがゲマトリアということになります。神秘主義のカバラに基づくものであると。それによりますと、77というのは、繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令は、ベブレカル、なわち、聖書のという意味です。ここが重要です。こうした数字、そして暗号をですね、ミケランジェロなる画家を通して1500年後のキリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして27がカインという意味になります。で、これら775027をですね、つなげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。つまりこのような形で、ミケランジェロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後のキリストは、つまりキリストというのはね、聖書でいうカインのことである
ってことを、なんだよってことを示したということになります。これが、まあそのメッセージということになるわけですね。注意深くご覧ください。左から775027と書いてありますね。by 林博士発見ですよ。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、クライストです。50は、ビブリカルです。そして、27が、ケイン、つまりカインということになります。こうして、まあ、この内容とですね、そして、ミケランジェロが描いた天井画の内容と、そして、まあ、ダヴィンチなる画家が描いたとされる、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと、一貫性を持って、と言いますか、一連性を持って、繋がっていくということになります。では、カインとは何なのか。カイン創世記には、次のようにあります。カインとアベルはアダムとイブがエデンの園を追われた、つまり失楽園後に生まれた兄弟である。またこの二人に弟のセトがいる。カインは長じて農耕を行い、アベルは羊を放牧するようになった。ある日二人はおのおのの収穫物をヤーウェに捧げる。カインは農耕で得た収穫物を、またアベルは肥えた羊の発語、ここが重要です、羊の発語を捧げたが、神ヤーウェはアベルの供物に目を留め、カインの供物は無視した。ここが重要です。ヤーウェはアベルの供物に目を留め、カインの供物は無視した。そのため嫉妬に狂ったカインはアベルを殺した。繰り返します。嫉妬に狂ったカインはアベルを殺します。以上の、つまりカイン創世記の話を、このレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる聖アンと聖母子の絵に当てはめて考えてみると、担当を突き刺しているのがカイン、そして羊はアベルを表しているということになります。つまりイエス・キリストイコールカインであるということを、この絵は示しているということになります。そしてその内容は、あのミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの中に仕込まれた暗号と一致します。繰り返しになりますが、1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代に現れて、キリストというのは聖書でいうカインのことであるということを私たち人間に示したということになります。で、ここが重要ですが、こうした絵を描いたダ・ヴィンチにしてもミケランジェロにしても、意味もわからずこうした絵を描いたか、あるいは発表したということになります。では、聖アンと聖母子の絵に仕込まれた謎についての動画をどうかご覧ください。広志林 will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much horrible or fearful for some people I know. Then I say that it is100% up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here a fact that I can show you for today's story. 今日の話は恐ろしい話です。これからそれを話しますが、その覚悟は良いですか？またこうした事実をどう判断なさるかは 100% あなた自身の問題です。私は事実のみを話します。言い換えると、今までどうして誰もこんな事実に気がつかなかったかということです。ダ・ヴィンチがこの絵を描いてすでに500年以上も経っています。
題して血で塗られたマドンナと聖アンです。今その絵を見ていただいてますけども、ここにあるシミはですね、汚れなのか、それとも汚れでないのかということが最初の疑問でした。で、よく調べてみますと、汚れがですね、顔の輪郭とともに止まってるんですね。注目をご覧ください。ここですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に描かれたものではないかという今、疑念を私は持ったわけですね。で、さらに調べてみますと、細かい部分で同じ色を使って、まあ、ちょうど輪郭のところでそれが止めてあるわけですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に描かれたものであるということが分かってきたわけです。となると、これは皮膚病かと、まあ、そのように考えたわけですね。ダヴィンチは、あえて皮膚病の、まあ、マドンナと、そして聖アンを描いたということになるわけですね。しかしそんなことはするだろうか。皮膚病なのか。あるいはな、皮膚病だとするならば、この、まあ、この模様、シミのね、まあ、いわゆる、まあ、どうしてそんなことを描いたかということなんですね、問題はね。で、皆さんはどう判断なさるでしょうか。で、ここの部分を見ますと同じ色で、まあ、汚れのようにも見えますけども、また下のところでですね、それが、まあ、汚れが止まっているわけですね。そして、同じように書いてある。そして衣服にも同じような汚れが表現してあるわけです。そしてこの汚れは衣服のところで止まってるんですね。そしてよく見てください。衣服の、いわゆるその布のですね、シワの間にその汚れが描かれているということですね。ということは、この汚れはですね、まあ、衣服のシワの間に意図的に描かれた、まあ、汚れであるということになるわけです。となるとこの汚れは何かということになるんですね。もうこれは皮膚病ではありませんね。なぜか、なぜか、何かというふうに考えていくわけです。つまり、これは汚れではなくて、意図的に書かれた、まあ、いわゆるなってますかね、騙し絵ですよね。汚れに見せかけた何かであるということになるわけです。となると、顔の、まあ、いわゆるシミもですね、皮膚病ではなくて、皮膚病、もしくは汚れに見せかけた何か、であるということになるわけです。まあ、こうしてみますと、この、特にこの汚れなんか、汚れらしきものを見てくださいね。周辺に明らかに色を塗った跡がありますね。ということは、これ全体がですね、意図的に描かれたものである。そしてその汚れはですね、その、ま、皮膚のところで止まっていると。もし汚れであるならば、上の方まで行くはずですからね。あるいはま、500年の間に誰かがですね、何かをこう、インクのようなものを投げつけて描いたのであれば、このような表現にはならないんですね。となると何かということなんです。いわゆる汚れではない。汚れに見せかけた何かであるということですね。いわゆる隠し絵、騙し絵になるわけです。まあ、この辺を見ますと、あたかも汚れのように見えるわけです。汚れのように見えますね。こうした手法はですね、ミケランジェロもシステの礼拝で使ってますね。例えば、ひび割れに見せかけた、まあ、いわゆるその騙し絵でですね、古く見せかけた、意図的に描かれたひび割れなんかもその手法の一つだと思います。となると、これは何かということになるわけです。いわゆる、まあ、騙し絵。隠し絵ということになるわけです。で、そのヒントがですね、実はここにありました。注目をご覧ください。この手、ここを見てください。この手のところが特に大きく汚れてますね。これは汚れではありませんね。と同時に、周りにはそれを隠すかのように汚れのようなものが表現してあるわけです。で、この大きな汚れはですね、いわゆる体の線の輪郭線で止まってますね。ということは、明らかに意図的にこの汚れは描かれたものである。特に大きな汚れが、この聖アンの右手の、まあ、手の上にだらーっとこう書いてあるということですね。となると、これは何かですけど、もう一つヒントがありました。この縦線を見てください。これが汚れであるならば、絵の上に描かれた、いいですか？衣服の上で止まるはずがないんです。本物はそうかもしれませんけどもね。しかし、絵の中で、別に描かれた、まあ、例えば汚れが上から垂れてきたとしますね。どうして衣服、絵の中に描かれた衣服の上で止まるんですか？ありえないでしょ？現実と絵の世界と区別してくださいよ。そして、ここに、ま、止まってると。となると、この赤い線も意図的に描かれたものであることがわかるわけです。もしもこれがですね、誰かが、まあ、インクかなんか何がかけて、つけた、まあ、汚れであるならば、下まで行くはずですから。いいですか？繰り返しますよ。横の線は、これは絵に描かれた衣服のラインですよ。そんなところで上から流れてきたインクが止まるわけがないじゃないですか。ということを考えていくわけです。そうしますとこの上から流れてきたのはこれは何かということなんです。そうです。こういう風に流れてここで止まるのは血なんですね。このダヴィンチが意図的に書いた血なんです。ということになってくるわけです。となると、この聖アンのほっぺたに書かれている、まあ描かれていることはシミ、そしてこの、なんて言いますか、汚れのように見せかけた何かは何かということですけども、血であるという風に考えられるわけです。そして色も合いますね。ただ衣服の方はですね、また
別の表現がしてありますけども、何のために、どうしてこんなところに、まあ汚れ、血に見せ、汚れに見せかけた血、まあ皮膚病ではないですね。というのは、マリアも、それからマドンナもですね、それから聖安も同じようにそれが表現してあります。そして衣服の上にも表現してありますから、皮膚病ってことはありえません。実はそのヒントは、このイエスの左手にありました。注意深くご覧ください。で、このイエスの左手を見てください。一見、この羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。一見、羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。これが騙し絵、隠し絵なんです。しかしこれは羊の耳ではありません。先を見てください。羊の耳は白いです。ところが、このイエスが持っているこのものはですね、この、まあちょうどですね、手に握っているものは羊ではなくて、色がですね、羊の耳の色とは違います。騙し絵なんですね。実は、ここにイエスが持っているのは耳ではなくて、なんだと思いますか？ナイフなんです。イエスは左手にナイフを持ってそれを羊の頭に突き刺しています。イエスはナイフを持っています。もう一度比べていますから、皆さん自身で確認してください。耳は白いです。下を見てください。もしも耳であるならば、これだけ出てるんですから、ダヴィンチはですね、レオナルドは白い耳を描いたはずです。わかりますか？白い耳。しかし、これは耳ではありませんね。ということは、イエスは左手で羊の頭にナイフを突き刺している。という、まあ、極めて残酷な絵なんですね。まあ、その証拠にこのイエスの顔を見てください。後でまた出てきますけども、目がおかしいです。黒目です。そして、この目は、まあ、俗に言います。死んでいますね。子供のにこやかで優しい顔ではないと、私は判断しました。という、まあ、恐ろしい話です。そしてその血がですね、まあ、象徴的に飛び散っている。そしてそれを隠すために、病気のよう、あるいは汚れのように見せかけているということですね。もう一度この絵を しっかりとご覧ください。一見汚れのように見えます。皮膚病のようにも見えます。そしてその汚れはですね、顔の輪郭のところで止まっています。一部分ね、そのだらーっと流れたように見せかけて、汚れのように見せかけているところもあります。それが混在しているわけですね。ですから、皆さんは騙されました。そしてこの、まあ、事実に500年以上も誰も気がつかなかったということですね。汚れだ汚れだと思い込んでいたわけです。で、結論になりますが、皆さん注意深くご覧ください。ここですね、汚れが顔の、いわゆるその顎の下で止まってますね。ということは、これは汚れではない。後から、まあ、誰かがね、例えばインクを投げつけて描いたような絵でもないということです。そして、その下の方の輪郭はスーッと横へ流れてますね、線が。ということは、同じ色で同じように描かれてますから、これは汚れではありません。と同時に、マリアにも、それから、聖アンの顔にも、そして衣服にもついてますから、これは皮膚病でもありません。となると、これは血ということになるわけですね。色も合います。なぜこの絵の中に血が飛び散ってるか、その理由は続くビデオを見ていただくとわかります。この絵の中には恐ろしい物語が隠されています。というのは今日のビデオでした。続くビデオをどうか参考にしてください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about one of the most well-known paintings painted by Leonardo, a painting with the title of The Virgin and Child with Saint Anne. An art critic, for example, writes about this painting as follows. As he did in The Virgin of the Rocks,Leonardo set a religious scene in a fantastic landscape and placed an abyss between viewer and figures. The mountainous distance is conveyed by atmospheric perspective with bluish and crystalline highlights and reflect his interest in geology and meteorological phenomena and etc., etc.I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different idea and wonder if what he writes here is true or not, or all or not. Leonardo painted so-called Bloody Mary in the painting of The Virgin and Child with Saint Anne. You
also knows the reason why he did it in this video following. 皆さんご存知のダ・ヴィンチの描いた聖アンナと聖母子の絵です。世界中の、そして日本中の美術評論家が絶賛してやまない絵画です。が本当にそうでしょうか？本当に全てでしょうか？この絵の中には身の毛もよだすダ・ヴィンチからの恐ろしいメッセージが隠されています。それを説明する前に皆さんに一つだけ説明しておかねばならないことがあります。血の染みです。血液の染みです。血というのは出血した直後は赤いですが、衣服についた血を放置しておくと黒く色が変色します。で、その後、血液の中のタンパク質が硬化して洗濯をしても色が落ちなくなります。淡い黒い色が残ります。これを血液のシミと言います。ダ・ヴィンチは聖アンナと聖母子の絵の中で、騙し絵という手法で血と、そして衣服についた血のシミを表現しました。そうであるかないかは皆さんご自身で判断していただきますが、なぜダ・ヴィンチはこんな絵を描いたのか、こんなシミを描き残したのか、その理由もこの動画の中で説明します。その事実を冷静に皆さんに知っていただきたいのです。そんなバカなとかありえないとか言って吐き捨てる前に、そこにある事実を知っていただきたいのです。私はこの動画の中で事実のみを皆さんに報告します。証拠を添えて報告します。その上で、なぜ、どうしてと自分に問いかけてほしい、見てほしいのです。つまりダ・ヴィンチは、こういう形で500年という歳月を経て、私たち人間に強烈なメッセージを送り続けていたのです。驚くべきというか、恐るべきメッセージです。ダ・ヴィンチの絵は素晴らしい。と、つまりは表面的な美だけに騙されないで、その向こうに隠されている、その強烈な、言い換えますと、鮮烈なメッセージを読み取ってください。それでこそ、私たち人間は、ダ・ヴィンチを真に理解したことになるのです。世界中の美術評論家が書いていることが正しいのか、それとも私、林博士が言っていることの方が正しいのか、それを判断なさるのは、あなた自身だということです。では、動画を見ながら説明します。まあ、これがその、まあ、絵画なんですね。聖アンナと聖母子の絵ですね。で、この絵の中にですね、この、まあ、こちらの方が、まあ、聖アンということになるわけですけども、この顔に、まあ、出ているこのシミですね。これは汚れなのか、いわゆる、まあ、絵画のね、そのものの汚れなのか、それとも、ダ・ヴィンチが意図的に描いた汚れなのかということなんですよね。で、これは私は血液と、まあ、血というふうに判断しました。というのはですね、汚れであるにもかかわらず、この輪郭線のところで、まあ、止まっているということですね、この汚れが。ということは、まあ、後でね、例えば何かの、まあ、表紙にですね、インクなんかがかかって汚れたというのではなくて、あるいは、まあ、カビが生えたとかそういうことではなくて、この汚れそのものが意図的に描かれているということなんですね。そしてこの衣服にも同じような汚れが表現されていて、輪郭線のところで止まっていること、それから、シワの間にその汚れが、まあ、描かれているところに注意してください。すなわち、これらの汚れは、ダ・ヴィンチによって意図的に描かれた汚れだということだった、になります。そしてこの汚れがですね、何であるかということなんですね。顔の方は血ということで判断できましたけども、この衣服についた汚れは何であるかですけども、これも血の汚れというふうに判断しました。それは、冒頭に挙げました、まあ、絵を、言ってますか、写真を、と見比べていただければ分かると思います。なあち、これは血がですね、まあ、いわゆるシミとなって残った跡だということになるわけです。となると、なぜダ・ヴィンチはこのような、まあ、絵を描き残したかという問題が出てくるわけです。まあ、まあ、いわゆるね、まあ、聖アンナと聖母子という、まあ、タイトルがつくような絵の中で、なぜダ・ヴィンチは聖アンナの顔にですね、いっぱい、まあ、血を描き、そして衣服には血のシミを描いたかということなんですよね。まあ、今もう一度ご覧いただいてますけど、一番右が、衣服に残った血のシミということになります。で、これと同じシミがですね、聖アンの衣服の中にも描かれているということですね。色も全く同じなんですね。そしてその漢字も風合いもですね、全く同じように、まあ、書かれているということなんです。まあ、ダ・ヴィンチはこのように正確に書いたというよりも、やはりこう、こういったところでも写真技術を使っていたということになります。まあ、ともかくもなぜこんな絵を描いたかというその理由はですね、このビデオの中で説明いたします。で、続くビデオをどうかご覧いただきたいんですけども、まあ、ダ・ヴィンチはこういう形でですね、まあ、隠し、あるいは騙し絵という手法でですね、500年という歳月を経て、強烈な、そして鮮烈なメッセージを私たちに残したということになります。
それをまた理解するのが真にダヴィンチを理解したということになるのではないでしょうか。まあ、まさに血に、まあ、なりますが汚れたマドンナということになります。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a horrible painting of Madonna and Saint Anne who eat a child, a painting painted by Leonardo. I just show you here in this video only fact, believe it or not. Only fact. Then I say that it is up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here are facts that I can show you for today's story. 子供を食べるマドンナとセイアン。今日の動画は恐ろしい動画です。大変ショッキングな動画です。題して、Bloody Saint Anne with Madonna。血にまみれた聖安、あるいは Madonna Who Eat Infant, Painted by Leonardo。幼児を食べるマドンナ by ダヴィンチです。私はこの動画の中で、事実のみを皆さんにお伝えします。信ずるか信じないかという問題ではありません。こうした事実を受け入れるかどうかという問題です。その上で、どう判断なさるかは、あなた方の問題ということです。私ではありません。あなた方の問題ということです。マドンナとセアンは、子供を食べていました。で、その動画は、この動画の後につなげておきますが、さらに、奇怪な事実が私のところに届きました。フランス・パリ在住のセリ・キムラさんが、ルーブル美術館へ行き、その写真を届けてくださいました。またまたその写真を見て私は驚きました。これからその写真を紹介しますが、決して解像度が低いわけではありません。2448×3264 ピクセル。つまり超超高解像度の写真です。その写真は私が今まで検証してきた絵とは違います。どう違うかはこれから説明しますが、唯一考えられることは、ダヴィンチは2枚の絵を描き残したということです。あるいは現在、ルーブル美術館に飾ってあるダヴィンチの絵は、そのコピーか偽物かということになります。が、こんなことはあり得るでしょうか？セリ・キムラさんが届けてくださった絵の中のセイ・アンとマドンナは美しすぎます。肌には血痕の跡がありません。これはどういうことでしょうか？つまり私はコピー、あるいは別の絵でも良いのですが、何かしらその裏に意図的な隠蔽工作のようなものを感じます。こんな絵ではまずいぞということで、展示用には別の絵を飾っているとです。私がこの続く動画の中でお見せするダヴィンチの絵は、あまりにもそら恐ろしいものです。皆さんが今まで持っていた常識を180度ひっくり返すものです。あるいは今までの皆さんの思い込みを粉々に粉砕するもので、です。だからルーブルでも展示用には別の絵、つまりコピーを展示している。あるいはダヴィンチ自身が同じ絵を2枚描いたとも考えられます。が、私は今までそうした話を聞いたことがありません。ともあれ、まずセリ・キムラさんから送っていただきました絵とですね、私が持っている資料と比較してみます。もちろん私の資料の方がその2倍ほど精細なものです。なお、この中でお見せする事実はすべて林博士が発見したことです。では、恐ろしい話です。覚悟はよろしいですか？では、画面を見ながら説明します。これが私が、まあ、現在持っている資料です。極めて解像度の高い、まあ、写真ですね。で、おととい、セリー・キムラさんがですね、ルーブル美術館へ行って、この写真を撮って送ってくださいました。2448×3264 ですから、同じように、まあ、解像度は高いんですけども、この絵を見て驚きましたね。セアンもマドンナも美しい肌を持っています。そこに注意してください。で、このセイアンの肌にはですね、
血痕の跡が全くないんですね。まあ、少し、かすかに色が残ってるかなっていう感じはします。どうしてでしょうか？ということなんですね。で、比較してみます。これが現在、ルーブル博、まあ、美術館にある絵の写真です。と、右が私が手持ちに持っている、まあ、絵の写真ですね。で、比べてみてください。で、右の方は後で証明しますけども、これは血痕の跡です。血の跡なんですね。ところが、左のセリ・キムラさんが送ってくださった、現在のルーブル美術館にある絵の写真にはそれがないんですね。そして、色の風合いも違う感じがしますね。色温度が違うと言いますかね。そういうところなんですよ。で、まあ、これはカメラの特性によるものかなという部分もありますので、何とも言えませんけども、この部分ですね。後でもう一回照合しますけども、影の出来具合が全く違います。で、これは、まあ、現在のルーブル美術館に飾ってある写真ですね。絵の写真です。で、右が私が持っている手持ちの写真ですけども、まあ、これもその、なんて言いますか、明度差の違いによってこうした違いが出たのかなとも思えなくもないんですけども、それにしても、マドンナの皮膚が綺麗ですね。そして、一つまあこれは確認ということになるわけですけども、このイエスと言われている子供の目を見ていただきたいんですけどもね。で、セリキルマさんが送ってくださったこのイエスの目は真っ黒ですね。で、右の方は私が持っている資料なんですけども、黒目かなと思うことで、まあ前回はペンディングということにしましたけども、やはりこう、瞳があってますか、おかしいですね。大きいです。それで、セリキムラさんが送ってくださったイエスの目の瞳も真っ黒ですね。これね、よく見ますとね。まあ、明度を上げてみましたけども、真っ黒の目だと。で、ラファエロがですね、同じような、まあ、少女の絵を描いています。ジプシーの女の子ってことになってますけども、まあ、不気味になってます。はっきり言って不気味な目をしてますね。真っ黒です。まあ、こうした絵をラファエロも描いてるわけですね。で、ダヴィンチも同じように描いているっていうふうに解釈できるわけです。イエスの目がおかしいですね。人間の目ではありませんね。で、もう一つ比較してみますと、まあ、これがですね、セリ・キムラさんが送ってくださった写真です。で、これが、まあ、その、セイアンの首の部分ですよ。注意深くご覧くださいね。ここからが本題ということになりますので、そして右が私が持っている資料の写真です。そして比較してみてください。これがなんて言いますか。これは違いよくわかりますね。で、左の絵は解像度が低いかっていうことではないんですよ。同じように解像度は高いんですけども、やはりその、こうしたその、部分が映っていないんですね。まあ、これ、後で証明しますけど、血痕です。血ですよね。そして、汚れではありませんよ。絵の汚れではありませんよ。ということで、もう一つこの、ブラディ、セントエンですね。を見ていただきたいんですけども。まあ、こうした検証の場合はですね、細かいところを見ていくんですけどもね、ここの部分をちょっと見ていただきたいんです。で、これは両者同じ絵なのか、それともコピーなのか、それともダヴィンチが2枚描いたのかという問題が出てくるわけですけどもね。色温度を上げてみますと、あるいは明度を上げてみますと、ここに、左の方には影がありますけども、右の方にはないですね。ですから全体に、露出がなんて言いますか、落としたのかなっていう感じもしますけども、明るくしてみますと、やはりこう違いがわかりますね。そしてこれは両方同じように色温度を上げてみたんですけども、色の風合いが全く違うということですね。ということはコピーか、あるいは2枚あったかということになるわけです。何かしら謎が謎を呼びますね。ということで、続く恐ろしい動画をご覧ください。覚悟はよろしいですか？それでは、Bye for now!
Our human history has been warped, skipped in some cases, and modified or concocted in most cases, as historians like. This is just one example. In the painting of Saint Anne and Holy Families, painted by Leonardo da Vinci, the lady on your left side, or as a matter of fact, this is not a lady, but a man on your left side is said to be Maria, and the lady on your right side is said to be Saint Anne. But I have got a quite different idea about these two ladies. The man on your left side is Mona Lisa himself, and the lady on your right side is Maria herself. I show you its evidence a bit later in this video. By the way, do you know this fact? The name of Mona Lisa is an anagram of Mars and Iron, God of eternity of time. And it is also an anagram of Lamia's son or Maria's son. That is to say that the name of Mona Lisa is an anagram of Lamia's son or Maria's son as well. Then you can see number 51 in paintings, Mona Lisa and Saint Anne and Holy Families, both of which were painted by Leonardo da Vinci. Number 51 stands for Mars in Jewish gematria. Then you can see a panoramic view of Mars in the background of Mona Lisa and Young Mona Lisa or Isleworth Mona Lisa, and in the background of Saint Anne and Holy Families, you can also see a panoramic view of polar ice caps of Mars. I say it again, you can see a panoramic view of polar ice caps of Mars. Just have a comparison with each other, and now you know Leonardo painted a panoramic view of Mars in his painting. You see these facts in this video, and the most important thing for you is to see these facts and make your own decisions what they are. This is only one way to get out of the labyrinth of mysteries, or you would get lost yourself in the labyrinth of concocted human history by historians. Back again, you see here, Maria in the painting of Saint Anne and Holy Families is Mona Lisa or son of Lamia, and Saint Anne in the painting is Maria herself. Maria in Saint Anne and Holy Families is the same person as Mona Lisa. Please have a look at these two people and you will know that they are the same people in every part of each face. You be the judge to know this fact, and please make sure of this fact by yourself, because this is another part of, very important part of this video. Thank you.
As I explained here before, the name of Mona Lisa is an anagram of Mars and Iron, the eternity god of time. That is to say that Mona Lisa is related with Mars, and that is why we can see a panoramic view of Mars in Mona Lisa, as well as Edward's Mona Lisa, or another name of each is Young Mona Lisa. And here you see the name of Donatello, and I just understand Leonardo is a kind of anagram of Donatello. Both of them sound very same. Donatello was another great sculptor in the Renaissance, as Michelangelo Buonarroti, and Donatello and Leonardo sound the same, or I understand that these are also an anagram. Then I claim that the name of Leonardo da Vinci is an anagram of Andrea del Verrocchio. That is to say that the name of Leonardo da Vinci was concocted after the name of Andrea del Verrocchio, who was a master teacher of Leonardo da Vinci. Then, I, Hiroshi Hayashi, understand that the name of Mona Lisa is an anagram in three ways. One is Mars and Iron. Another one is Son of Lamia or Son of Maria. Maria is an anagram of Lamia or vice versa. Here I show you a panoramic view of Mars, panoramic view of Mars painted in the background of Young Mona Lisa. I show you here on your left side a photograph shot by NASA on Mars and a panoramic view of Mars in Young Mona Lisa. Please compare these two pictures with each other to know that the panoramic view of Mars in Young Mona Lisa is not a painting, but a photograph itself. It is so accurate and precise. Then you may think why a painter named Leonardo da Vinci could do this may be your first step to get out of your labyrinth. But Leonardo da Vinci once wrote as follows: "For once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been, and there you will long to return." Though some people claim that there is no evidence that this quote is not the one of Leonardo's, it is not the point. You see a panoramic view of Mars in Young Mona Lisa, and the view is exactly the same as a photograph which is sent from Mars by the Spirit rover of NASA. The painter could
fly to Mars and see Mars by himself, wherever he was. I say that it does not matter whether he is Leonardo or not. He is God himself, or who else do you think he is? He was God. Who could paint such paintings about 500 years ago in the Renaissance? In conclusion of this video, I say that we humans may know a message from Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance, in which Jesus says that someday in the future, we humans may reveal this fact and know this fact. Then we humans may know what Leonardo was and where Leonardo was from. And then also we humans may know who we humans are, what we humans are, and where we humans are from. Anyway, ladies and gentlemen, this is a guidance video for you, and please do come to my website to watch my videos for further information. Please do come early and stay late with me to enjoy another version of human history. We know little about another version of human history, which is hidden behind our present history. Another version of human history is a history with aliens whom you may call God. Thank you very much. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Jesus Christ, who came down after 1500 years in the Renaissance. Today's story is a bit complicated, but the point of this video is that Jesus Christ himself came down onto this earth and he left his own self-portrait. And I mean all men here is one single God, Jesus Christ. Please have a look at Saint Jerome, the man in Leonardo's painting of Saint Jerome is God or Jesus Christ himself. One reason is that you see number 61 in the background of the painting. The painting is said to be one of the Saint Jerome because there's a lion in front of him. But this is not correct. Number 61 stands for God in Jewish gematria. Another reason is that this man has a stone in his right hand. Only God can have a stone and throw a stone to condemn other people. And the face of Saint Jerome with beard is the self-portrait of Leonardo da Vinci, which indicates that Leonardo da Vinci in his portrait is not a human Leonardo. The man on your right side has no beard nor mustache because he killed Abel and he was marked a man without beard nor mustache. Anyway, again I say that only God can have a stone and throw a stone to condemn other people. And the face of Saint Jerome with beard is a self-portrait of Leonardo da Vinci, which indicates that Leonardo da Vinci in his portrait is not a human Leonardo. An artist whose name was Leonardo was a concocted puppet artist between God and humans. Therefore, I say that the artist whose name was human Leonardo did not even exist, or Leonardo was a replacement of God, or the God is Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. This story may seem to be a bit complicated to you, but remember that there was a man or human whose name was Leonardo da Vinci who worked
Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. Then, to make matters simple, I say that these old men here shown is only one God, Jesus Christ, after 1500 years. Compare each face of them with other faces, and then you will know what I am saying here is correct. Anyway, here in this video, please make sure that Saint Jerome is Leonardo da Vinci himself, and Leonardo's face was created with a sort of 2D computer technology after a man who has no hair. The real Jesus has no hair because he is king, according to the painting by Michelangelo Buonarroti in the Battle of Cascina, in which we can read numbers 775027, which means that Christ is biblical king in Jewish gematria. Anyway, the real Jesus has no hair because Jesus Christ is biblical king who was punished and put a mark on his face. Cain killed Abel in the Old Testament. Beardless face is his mark, marked by God. Or you may say that Saint Jerome in the painting is Jesus Christ himself after 1500 years who came down onto this earth for us humans. Then you be the judge. I only show you the facts here, and it is up to you how you make your own decision. The man on your right side is named Saint Jerome, but he is not Saint Jerome, but God himself. Because, as I have shown you, he has got a number 61 in the background of this painting, and he has got a stone in his right hand. Okay, who can throw a stone to condemn people? Only Jesus or God can do it. So, this is God. Saint Jerome is God himself. And have a look at this face of this man with a beard and mustache. Then you will know that this man is Leonardo da Vinci, or the man in the portrait of Leonardo da Vinci himself. This is a very important part of this video, so please compare them with each other very carefully. And you see Leonardo da Vinci here, and both of them are exactly alike or the same in every part of his face. This is a very important part of this video, so make sure that the man on your left side is God, then the man on your right side is God as well. Both of them have a wart in the same place, and also a nictitating membrane in the same place as well. That means both of them are the same God. So I say that the self-portrait of Leonardo da Vinci was concocted on 2D computing technology. That is to say that there did not even exist an artist named Leonardo da Vinci or human Leonardo da Vinci, which is a conclusion of this video. If not, I had found the number 51 in the picture, I might have decided that the mountain on the background of the picture is the Dolomite or Dolomite Mountain in northern Italy, if there was not number 51 in the picture. However, because I found the number 51 in the picture, I decided that landscape on the background of the picture was the Martian ice caps. Se non avessi trovato il numero 51 nella foto, avrei potuto decidere che la montagna sullo sfondo della foto è la montagna Dolomite nel nord Italia.
se non ci fosse il numero 51 nella foto. Tuttavia, poiché ho trovato il numero 51, ho deciso che il paesaggio sullo sfondo dell'immagine era rappresentato dalle calotte di ghiaccio marziane. もし私がその絵の中に51という数字を発見しなかったら、私はその絵の背景に描かれている山をドルミテ山と、あるいはドルマイテ山と判断したかもしれません。もしその絵の中に51という数字がなかったならです。が、51という数字を発見したために、私はその絵の背景に描かれている風景が火星の氷冠であると判断しました。51というのはユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。広志林浜松シティジャパン。イタリア在住のレトロモダンアートさんという方からこんなコメントが届きました。ダヴィンチの書いた聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのはですね、ドルマイテ山あるいはドルミテ山ではないかということなんですね。またイタリアでは一般にそのように考えられているようです。そこで私はもう一度調べ直してみました。で、ここにも言いましたように、もし51という数字をその絵の中に発見していなかったならばですね、私はこの方の意見に同意し賛成しただろうと思います。が、今ご覧いただいているようにですね、聖アンナと聖母子の絵の背景向かって左側の黄色い四角部分にはですね、51という数字が隠し込まれていました。51というのはユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。つまりこのような形でですね、1500年後のカイン・キリストはこの絵の背景に描かれているのは火星の風景なんだよと、まあ、そのように伝言を残してくれたということになります。となるとこの風景はどこかということになりますが、私はやはり火星の氷冠であると考えています。では比較してみます。左上がですね、ダヴィンチなる画家が描いたとされる聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれている風景です。下が北イタリアのドルミテ山、ドルマイテ山の、まあ、写真ということになります。で、比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。ただ全体のスケールはですね、
ダヴィンチの絵の方が広い、大きいということになります。ドルミテ山というのは、この部分だけを見るとですね、まあ大変よく似ていますが、スケールという点から考えると、比較にならないほど狭い、小さいということになるのではないでしょうか。まあ似て非なりとまではいかないにしてもですね、まあ判断がつけがたいということですね。で、もしこのダヴィンチの絵の中にですね、51という数字、今ご覧いただいてますけども、を私がですね、発見しなかったとしたら、私はやはりダヴィンチの絵の背景に描かれているのは、ドルミテ山、あるいはドルマイテ山だったというふうに、だというふうにですね、判断していたかもしれませんが、しかし、このようにですね、51という数字を発見したということです。となると、やはりこの山は、地球上の山ではなくてですね、火星のいわゆる氷冠であると判断することの方が私にとっては居心地がいいといいますか、正しいのではないかと考えています。あまりにもね、私の説というのはまあ、一般世間の、ね、常識からかけ離れていますから、しかし裏を返して言うとですね、まあ、そうした風景をですね、1500年後のカイン・キリストが書いたがゆえにですね、意味があるのではないかと私は考えています。というのもですね、51にまつわる謎はですね、この絵だけではないということです。それについて少し回り道をしますが、どうか続く動画をご覧になってください。51の意味が皆さんにも分かっていただけると思います。と同時にですね、この聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのが氷冠であるという説明動画はその後につなげておきます。 Bye for now。Thank you.
で、それぞれの円について簡単に検証してみます。まあ、この数字が何を意味するかですけども、51は火星を意味します。そしてヤング・モナリザの絵の背景には火星の風景が正確に描かれています。従来下が山で上は空というふうに考えられていましたけども、下は崖で上は大地ということになります。その左の絵はですね、絵といいますか写真ですけども、これは NASA が火星で撮ってきた写真です。右はヤング・モナリザの絵の背景に描かれていた私、林浩司は火星のパノラマ風景であると判断している絵です。そしてこれがアントニオ・カンピの絵ですけども、この中には81という数字が書き込まれていました。81は金星を意味します。ですからアントニオ・カンピの右上には金星が正確に描かれていたと私、林浩司は判断しています。左がアントニオ・カンピの中に描かれていた、まあ、謎の物体ということになります。右が金星の実際の写真ということになります。比較してみると、まあ、分かっていただけると思いますけれども、アントニオ・カンピの絵の中には正確に金星の様子が描かれていたということですね。ただ、アントニオ・カンピの絵の方にはですね、もう一つオーバーレイの形で別の模様が書き込まれていますから、その別の模様は取り除いて考えていただきたいと思います。ともかくもこのように、まあ、その部分を、ね、取り除いて比較すると、アントニオ・カンピは金星の様子を正確に描いていたということがこれで分かります。なぜこのような、まあ、絵をですね、アントニオ・カンピ、あるいはダ・ヴィンチが描けたかなどという野暮な、まあ、質問はどうかなさらないでください。つまりこれらの絵はですね、神すなわち、が描いたということですね。そしてこれが聖アンナと聖母子ですけども、ここにも51という数字が書き込まれていました。そしてその背景には火星の様子が描かれていると私、林浩司は判断しました。つまり火星にもですね、このような風景があるということですね。右下がですね、火星の氷冠です。北極には、水、もしくは二酸化炭素でできたこのような氷冠ができているということが最近の探査によって分かりました。中央下がですね、上空から撮られた氷冠の写真です。まあ、上はですね、斜め上空から見た、まあ、風景ですから、やや、まあ、違って見えますけども、詳しく見ていくとですね、違いがないという点で同じと判断しました。色の感じも同じです。まあ、従来、一般説によればですね、まあ、アルプスのどこかの一部だというふうに言われていますけども、私は氷冠の一部であると判断しました。つまりこのような形で、ダ・ヴィンチはですね、火星の氷冠を描いてその中に51という数字を隠し込んだということです。そして岩窟の聖母です。ルーブル版ですけども、この中にも51という数字が隠し込まれていました。そして右上を見ていただきたいんですけども、これは私は火星の地下基地の様子であると判断しています。空にですね、ドーム状のものが描かれていて、そして、空には枯れた葉っぱのようなものが描かれています。水中というふうに判断できます。そして今青枠で囲った部分ですけども、これは基地の様子であると判断しました。ドーム型のですね、まあ、建物が2つ重なって描かれていて、そのドーム型の建物から通路のようなものは伸びています。そして窓らしきものも表現されています。そして窓はですね、地球人の窓とは違ってですね、どこかクリスタル的な窓のような感じがします。皆さん自身の目で見て判断してください。で、結論ということになります。イエスは
このような形で様々なメッセージを残しましたが、特に重要なのが一番左の61、そして一番右の131ということになります。セントジェロームの絵の中に61という数字を書き込みました。セントジェロームを題材にはしていますが、これはセントジェロームではなくて神自身ということになります。そしてイエスイコールマルドク、そして右のマリアイコールイナンナであることを、このような形で示したということになります。そのことを知っていたのがジロジオ・バザーリということになりますが、この絵もまた1500年後のイエスによって描かれたものと私は判断しています。それはともかくもこの中にバホメットイコールマルドクイコールイエスが描かれています。向かって左側です。そして地球のような地球儀を挟んでですね、地球を挟んで向かって右側に羊が描かれています。すなわちイナンナ、すなわちマリアということになります。このような形でですね、1500年後のイエスは、この時代の世相というものをですね、私たち未来の人間に残したということになります。その証拠の一つがこの数字ということになるわけです。つまりこのような形で1500年後のイエスは私たち未来の人間にこのようなメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう、その時君たちが私が何であったかを知るだろうとですね、と同時に君たち人間は何であり誰であるか知るだろう、そして君たち人間はどこから来たかを知るだろう、君たち人間よ、君たち人間は神の息子であり娘なんだよとです。Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return. There have been many different interpretations about these quotes by Leonardo da Vinci. Someone claims that when you learn your worth,You will never settle for less than what you think you deserve. Or, when you travel for the first time, and you get to experience something put of pure ordinary, you feel the need to learn more, to get a taste of that different culture, to meet new people to explore. Another man writes that, There are so many examples, I thinkThe sky here mentioned in Leonardo's words represents the first time you try something new that you really like. Something that becomes a part of you. And once you get to that point, there's no way back, of course, or etc., etc. I, Hiroshi Hayashi, just suppose that. Why not?Do these people read Leonardo's words as they are? Leonardo wrote, Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been, and there you will long to return.レオナルド・ダ・ヴィンチはこう書き残しています。一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね、地上を歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよ、だってね、あなたはそこへ行ったことがあるし、そこへ戻ることを恋焦がれるようになるからだよと。が、一般的な解釈によればこれは比喩的な表現であって、ダ・ヴィンチは空を飛んだとは言っていないと。例えば何か新しいことができるようになるともう後戻りできなくなるというようなことを比喩的に表現したものだと。どうしてこうした人たちはそこに書かれていることを素直にそのまま読まないのでしょうか。ダ・ヴィンチはこう言っているのです。一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね、地上を歩くときは
いつも目を空に向けて歩くものだよ。だってね、あなたはそこへ行ったことがあるし、そこへ戻ることを恋焦がれるようになるからだよ、と。広し林、浜祭り、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の、言うなれば、操り人形芸術家が火星へ行っていたかどうかということについてはわかりませんが、しかし、この絵を描いた人物は火星へ行っていたということになります。聖アンナと聖母子の絵です。この絵の左側に51という数字が書き込まれていました。51、つまり11種ゲマトリアによれば火星という意味です。で、この絵の背景に私林浩司は火星の様子が描かれていると判断しました。火星の北極にはポーラーアイスキャップス、つまり氷冠、つまり氷の冠と呼ばれるものがあることが分かっています。右下の火星の写真にそれが見られます。そして拡大し上空から見たのが中央下の写真ということになります。この写真と聖アンナと聖母子の中に描かれている風景と比較してみると、その雰囲気が大変よく似ているのがわかります。ただし下の写真は真上から見た写真です。聖アンナと聖母子の絵に描かれている風景は斜め上空から見た景色ということになりますが、しかし大変よく似ていることについては皆さんも納得していただけるものと思います。で、私林浩司は聖アンナと聖母子の絵の背景には火星の氷冠が表現されていると判断しました。
ついでですが、一般説によると、手前にいるのがマドンナ、つまりマリア、そして向こう側にいるのが聖アン、つまりマリアのお母さんということになっています。どんな美術書にもそう書いてあります。が本当にそうでしょうか。私、林浩司は、手前の人物はモナリザそのものの人物であると判断しています。顔を比較してみるとそれがわかります。左が聖アンナと聖母子の中に描かれている手前の人物です。そしてモナリザです。この両者を比べてみると違いがないという点で同一人物と判断します。大きなおでこ、薄い眉毛ですね。そして腫れぼったい上まぶた、目の上の表現の仕方ですね。目の下のクマ、全く同じです。で、鼻先が尖っていて鼻の穴がやや後退しています。そして笑い顔ですね。唇の端が上に上がっています。尖った顎、順に比較してみてください。独特な、おでこの下ですね。そして髪の毛の編み方も同じです。右の方はセットしてあるということになります。左の方はやや乱れているということになります。違いがないという点でこの両者は同じということになります。目の雰囲気も同じですね、要するに同じだということです。つまり左の人物はモナリザそのものであるということになります。で、モナリザというのは火星のアイオン、火星のイオンですね。時の神、不動の神ということになります。モナリザはマーズアイオンの、つまりはアナグラム、文字を並び替えてできた名前と私林浩司は判断しています。それだけではありません。モナリザの名前の文字を並び替えるとラミアの息子、あるいはマリアの息子ともなります。やはり同じくアナグラムということになります。つまり3つのアナグラムによってできた名前がモナリザということになりますが、こういう芸当ができるのはもう人間技ではないということです。で、その中の一つ、マリアの息子と考えると、手前の人物は実はマリアの息子ということになります。そしてその向こうにいるのがマリアということになります。話を戻します。この絵の背景に描かれているのが火星の氷冠ということになります。一般説によればアルプス山脈のどこかということになっていますが、似て非なりというところではないでしょうか。モナリザ、そして岩窟の聖母の絵の中にも51と書かれていたことを考え合わせるならば、やはりこの絵の背景は火星の氷冠ということになりますが、ダ・ヴィンチはこんな絵も描き残しています。糸車の聖母子の絵ということになりますけれども、この絵の背景にも大変よく似た風景が描かれているのがわかります。やはり私林浩司は火星の氷冠を表現したものだと判断しています。酷似しています。左の方が精緻な絵ということになりますけれども、絵というよりは写真に近いのではないかと考えています。色の雰囲気も全く同じです。下の写真は先ほど言いましたように火星の上空から撮られた写真ですから、その点をですね、勘案しながら比較してみてください。つまりここに描かれているのは火星の氷冠であるということになります。もうお分かりですね。いつか
君たち人間はこの事実を知る時がやってくるだろう。そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。レオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり1500年後のイエスからの私たち未来の人間に対するメッセージということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰で
どこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前、モナリザの絵の中に。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと。君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。You see a number of 51 hidden in secret in Leonardo's paintings, the Virgin of the Rocks, Mona Lisa, and also Saint Anne with Holy Families. The number 51, which stands for the planet Mars in Jewish Gematria. Then you see a view of Mars in the background of the Virgin of the Rocks,and a panoramic view of Mars in Mona Lisa and Iris Mona Lisa as well. And now, why not we can see a view of Mars in the painting of Saint Anne and the Holy Families. ダ・ヴィンチの絵、岩窟の聖母、モナリザ、そして聖アンナと聖母子の絵の中に共通して51という数字が隠し込まれています。51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。だから岩窟の聖母モナリザ、そして通称ヤングモナリザと呼ばれているアイルワースのモナリザの背景には火星の様子が描かれています。となると聖アンナと聖母子の絵の中にも火星の風景が描かれていると考えてどうしていけないのでしょうか。広瀬やし浜祭りジャパン。
ダヴィンチが描いた聖アンナと聖母子の絵です。この絵の中に5という数字が隠し込まれているのが分かりました。5です。で、まず皆さんに5をご覧いただきます。この黄色い枠で囲った部分の中に5が隠し込まれています。で、当初私はこの5を5番目のというふうに解釈しました。つまり5番目の惑星のことではないかということなんですね。で、5番目の惑星といいますと木星ということになります。が、木星はガスでできた惑星です。となると衛星ということになりますが、その中でも最も可能性の高いのがエウロパということになります。で、私はこの聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのは木星のエウロパではないかと当初考えました。一般にはその背景はアルプス山脈の一部ではないかと言われていますが、似て非なり、どうもアルプス山脈とは違うようです。そこでモナリザの中に51、続いて岩窟の聖母の中に51があることを知って、もう一度この聖アンナと聖母子の絵を検証してみることにしました。で、その5の右側、向かって右側に1らしき数字があるのが分かりました。私は当初これを7と思いましたが、モナリザ、そして岩窟の聖母の51と重ね合わせて考えてみることによって、ここに書かれているのは51であると判断しました。51です。注意深くご覧ください。独特な1ですね。欧米人の書く1です。1と左から右上に跳ね上げて、そして下に棒を落とすという51です。となるとモナリザの絵の背景、ナカンズクアイルワースのモナリザの背景に火星が描かれていたということを考え合わせると、聖アンナと聖母子の絵の背景にも火星の風景が描かれているのではないかと考えたわけです。今皆さんにご覧いただいているのは岩窟の聖母、そしてモナリザの絵の中に描かれていた51という数字です。もう一度ここで確認してください。そして左上がですね、聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている51です。比較してみてください。となるとやはり火星と関係があるということになるのではないでしょうか。そこでもう一度絵の背景を確認しておきたいと思います。聖アンナと聖母子の絵です。左下が岩窟の聖母の絵です。明るくしてみますと、そこに見えるのはまさに地下基地、あるいは水中の地下基地ということになります。そしてモナリザですけども、ヤングモナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていました。のみならず火星に生える樹木と判断されるものがその絵の背景に描かれていました。こうして火星、火星、火星とつなげて考えていったわけです。もう一度確認しておいていただきたいことはモナリザの絵の背景です。上下反転し、そして一部を拡大しますと、それはまさしく火星の大地の様子を表す風景であることがわかります。つまりモナリザの中にも火星が描かれていたということになります。ここでは簡単に比較してみますが、
左上が実際に火星で撮られた写真です。色、様子、それに岩石ですね。で、左下のモナリザの絵の中の背景はですね、これは火星にまだ水がある頃の、まあ、絵、写真ということになるのではないでしょうか。かつては火星にもこのような水があり、そして川があり、湖があったということになります。で、セアナと聖母子の絵の背景ということになります。最近の調査結果によると、火星の北極ポーラーにはですね、アイスキャップス、つまり氷冠があることが分かってきました。氷冠、つまり水もしくは二酸化炭素でできた氷の冠というわけです。まあ、このような氷冠があるということが分かってきたということですね。今ご覧いただいているのは火星の氷冠についての論文です。火星の北極です。このような氷冠があるということですね。そして拡大してみます。まあ、こうした氷冠があるわけですけども、つまりは氷でできた山脈ということになります。まあ、季節によってこうした氷冠が現れるということです。その一部がですね、聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景の様子と私は酷似していると判断しました。上がその氷冠です。下が聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれている風景ということになります。比較してみてください。ただ残念なことに、上の写真はその氷冠のはるか高い上空から撮られた写真であるということです。下は聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景ということになります。雰囲気が大変よく似ているということです。つまり聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれていたのは今の段階では仮説ということになりますが、火星の氷冠の様子ということになるのではないでしょうか。 Bye for now. We see number 51 in the painting so-called Mona Lisa, which is said to be painted by Leonardo da Vinci about 500 years ago. Number 51 stands for the planet Mars in Jewish gematria, and Leonardo painted a panoramic view of Mars in the background of Mona Lisa. Yes, a panoramic view of Mars in the background is there in Mona Lisa. Please give me some more time before you may say it is ridiculous, but when you see another panoramic view of Mars in the painting, which is also said to be painted by Leonardo in the painting of so-called Iris Mona Lisa or Young Mona Lisa, you be the judge, and you judge by yourself whether what I claim here is correct or not. In this case, a term of coincidence is one of the most convenient words to be skeptics all the time. Whenever you meet incomprehensible mysteries, just saying it's only a coincidence. But the fact is that again, you see number 51 in the painting of Mona Lisa, along with other Leonardo's paintings, such as Saint Anne and Holy Families and
version of the rocks. In St. Anne and Holy Families, you see also a panoramic view of cold mountains of Martian polar ice caps, and in the right side of the painting of version of the rocks, an underground base of Mars, most probably an underground base of Mars, believe it or not. モナリザの絵の背景に51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアで火星を意味します。同じように岩窟の聖母聖アンと聖母子の絵の中にも51という数字が隠し込まれていました。そしてモナリザおよびアイルワースのモナリザ、通称ヤングモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれていました。The important thing is that you see them by yourself and just these facts by yourself, or you may be left in the labyrinth of mysteries, repeating some words like this way, it is mysterious, or something like that. Just take a watch carefully. Isn't this aPanoramic view of Mars? Isn't what you see here a panoramic view of Mars? Then you may feel something else. Yes, something. Something that has not been in our mind for over 500 years. That is to say that these paintings were created with aDivine technology by those people who could taste their own flight in space, the universe. Or, this is the evidence of existence of extraterrestrials whom we may call God. Believe it or not, what I say here is true and real.You'll be the judge. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前、モナリザの絵の中に。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。